クラークこと、クリストファー・スティーブン・クラーク。かつては、イギリスのブライトン、バーミンガムを活動拠点としていたが、現在は、ドイツ・ベルリンに移している。1979年8月29日、ハートフォードシャー州ント・オルバンズにて生まれる。10代の頃より、音楽制作を開始し、フックとマスキングテープで、レコードの針を自作するなど、独自に、楽器制作も行っていた。 2000年12月、ブリストル大学在学時に最初の契約先であるワープレコーズが主催していた音楽パーティーにクリス・フロムセント・オールバンズ名義で参加。これを機に同社と契約し、2001年に若干21歳でアルバムクラレンス・パークでデビューした。2003年には単独でのアメリカツアーや各地のフェスティバルイベントに参加。 同年5月には6曲入り EP を発表した後、2枚目のアルバム Empty the Bones of You を発表。2006年に発表した EP スロットル・ファニチャーより名字でもあるクラーク名義で活動している。2013年9月には他のアーティストの楽曲のリミックスや彼らによるクラークの曲のリミックスを収録した Feast, ビ e a s t 2017年4月には3年ぶりとなる8枚目のアルバムデスピークを発表した。作曲家としては2015年にイギリスの放送局スカイより放送されたドラマシリーズザラスト・パンサーズの劇中音楽同年12月26日よりロンドンのヤングビク劇場にて公演されたマクベスの音楽を担当。以降2018年にチャンネル4のドラマシリーズ きり、2019年に映画ダニエルの劇中音楽をそれぞれ手掛けている。クラークの音楽は一般的に電子音楽のジャンルに属すると考えられているが、本人は自らの音楽の定義を曖昧にしており、2008年にリリースされた4枚目のアルバム、ターニングドラゴンについては、テクノアルバムと表現している。彼はしばしば異なる環境でのサンプルの再録音や、 フィールドレコーディングなどのテクニックを用いて、様々な音楽媒体での劣化、ディストーション、減衰を起こす、実験的な手法をとっている。また、DJ 機材以外にもドラムを演奏しており、いくつかのアルバム、特に、ボディリドルでは、彼のドラム演奏を録音したものがフィーチャーされている。A.B. クリス・クラーク・ディスクックス、2020年12月2日、閲覧。ニューアルバム、 トトムズ・フレア、アウト・サーティーンス・ジュライ2009。ワープレ・コーズ、2014年12月22日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。A.B. バーコド・インタビュー。バーコド・ジン。2013年7月14日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2013年11月18日閲覧。クリス・クラーク・グルーベ・トラッカース。 2020年12月2日、閲覧。A.B. クラークバイグロフィオールミューザク。2020年12月2日、閲覧。ミルクハードリーインタビュー。ザ・ミルクファクトリー。2012年12月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月14日、閲覧。ニューアーチストクリス・クラーク。ワープレコーズ。2009年7月17日時点の。 オリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。クラレン・スパークのリリースページ。ワープレコーズ。2017年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。クラークの歴史的名版。クラレン・スパークが超ボリュームアップした日本版としてリリース。クラバー。2020年12月2日閲覧。 クラーク、クリス・クラークの情報まとめを組みューザク、2020年12月2日、閲覧。クリス・クラークインタビュー。themilkfactory.co.uk2012 年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月4日閲覧。フィースト、ビースト、アウトナウ。 ワープレコーズ2013年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月2日閲覧クラークフィーストビブリープ2020年12月2日閲覧 A.B. クラーククラークインフォアイフライヤー2020年12月2日閲覧クラークが犯罪スリラーザラストパンサーズの音楽を担当 レジデント・アドバイザー、2020年12月2日、閲覧。マクベス・ヤング・ビッグ、2020年12月2日、閲覧。クラーク・スコアリング・チャンネル 4S& フール S、キリ。フィルム・ミュージック・リポーター、2020年12月2日、閲覧。クラーク・アンウンセス・ニュー・アルバム・キリ・バリエーションズ・シェアーズ・カニバル・ホームカミング・リッスン・ピッチ・フォーク。 2020年12月2日閲覧。クラークスコアリングアダムエジプトモーティマー S。ダニエル・イスン、ティリアル。フィルム・ミュージック・リポーター。2020年12月2日、閲覧。クラーク、トム・ヨークも参加した映画。ダニエル・イスン、ティリアル・サントラを本日デジタルリリース。バークス。2020年12月2日閲覧。クラークインタビュー。 バーコード2013年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年7月4日閲覧リワインドアーティクル XLR8R2013 年7月4日閲覧ありがとうございます